はい、66回目になります。今日は、1日で100万失いました。その内容をまずお伝えしたいと思います。今がこんな感じになっておりまして、ちょっと数字が、やった直後ってなんか数字がうまく表示されないんですよね。で、昨日結局最後が上がったん1170万ぐらいだったんですよね。それから、100万、ちょうど100万なくなった感じになるかと思います。税金はまだ還付されてないから、還付されればもうちょっと増えるんかな。100万。どうなんだかよくわかんないんですけど、源泉徴収されてる税金が20%、100万の20%が返ってくるんだと思うんですけど、まあわからない。まあとりあえず今日の悔しい、ドロップボックスにやられました。ドロップボックスが、本当にこれダメですね、この株。この株、クソ株だったかもしんないっすね。いいか、なんでなんだかよくわかんないんですけれど、決算は良かったんです。決算は収益の見積もりより良かったんですけど、下がってしまいまして、本当にわけわかんないなって思いまして、収益も悪くなかったんですけど、その内容もちょっとお伝えしたいと思うんですけど、とりあえず、昨日の終値が22ドル70銭かな？ん？昨日の終値がいくらだ？すみません。昨日の終値が、昨日の終値はここだから、23ドル27セント。これ26って書いてあるんですけど、27だったと思うんで、23ドル27セントまで行ったんですけど、今日がこの落っこちです。で、ここら辺で落ち着いてたんで、もうちょっと待ってれば上がるかなと思ったんですけど、こうに下がってったんで、もうここら辺で、一番、ここら辺で、今、8.94%マイナスなんですけど、9%、ここら辺で売りました。まだやっぱり下がっていくような感じですよね。まだ強い下げが来そうです。なんでなんだかよくわかんないんですけど、もう下がっちゃって、もうほんとクソ株だなと思いまして、もう怖くて持ってられなかったんで、売りました。その結果100万失いました。一晩で100万はやっぱりきついもんがあります。私の所得は良くないんで、平均的なこの年齢に、30代半ばの年齢になると、良くないんで、そうですね、普通の平均的に比べと、手取りで、20万ちょっといかないかぐらいなんで、本当に、もうほとんど節約して株につぎ込んでやってて、3年間でこんだけにはなったんですけど、で、もう、そうですね、最近、ちょっと速度違反でも捕まっちゃいまして、本当に 悪いことばっか起きてるって感じなんですけど、本当にでも今の相場は難しいなっていうのが感じます。テスラも今日下がってますね。なんだかこ
もやもやしたような上に行かないんですよね。じりじり持ってると下がっていくような、そういう相場なんで、やっぱり、下がるんだったらドバって下がっでも、それも嫌なんそれ持って時に下がると困っちゃうんですけど、まあ唯一の望みがワクチンかなーっていう、ワクチンができないことにはもうこの相場は下がってっちゃうんかなーっていうふうには見てるんですけど、であと金曜日って下がりやすいんで、そうなんですよね、金曜日って下がりやすいんで、それもあるかなと思います。はい、でまあこんな感じになりまして、まあ100万ぐらい損したのが、まあ、証拠と言いますか、実現損益のとこで、米国株で、表示すると、まあ、これちょっとドルで、計算されるんで、ここ1600で、これで2000ドル、足して2000ドル、で、4300ドル。4500ドル。4500ドル。で、まあ、ここを合わせると、6000ドルぐらい。で、7000ドル、7000ドル、9000ドルぐらいなんで、これで。これで9000ドルなんで、9000ドルかける105円ですか。そうするとやっぱり100万ぐらいですよね。100万ぐらい1日で、なくなっちゃったっていう計算になります。厳しいなーっていう感じです。ああ、もう今はちょっとやっても儲かる感じがしない相場だなーって思ってると上がったりするんで、もう今は持ってた方がいいん。もうわかんないっすね。とにかくドルが円高で、やっぱり皆が危険を感じてる相場ではあると思うんですよね。いつどうなるかわかんない相場。で、まあ1068万と。一晩で100万。まあ一晩で100万で良かったとすべきなのかなっていう感じもするんですけど。まあ、こういう決算発表でやっぱりしくじるとこんなになっちゃうってことなんで、まあ決算が悪くはなかったんですよね。それちょっと見せたいなと思いまして、決算がですね、で、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、あと、CFO、役員が、まあ、今日の朝なんですけど、今日の朝のことなんですけど、まあ、朝目覚めて、まあ、決算が発表されて、時間外取引になるってから、もう下がってたんですね、すぐ。6%ぐらい。それがですね、CFO が辞めた、辞任したらしいんですけど、それで株を、持ち株を全部売ったみたいなんですよね、そこで。で、まあ、やっぱりその役員が辞めて売るっていうのは、やっぱりなんかある、だなっていうふうに思いまして、やっぱりでも差がこのなって、やっぱりさ、その時はマイナス6%なんですけど、今マイナス9%まで膨れちゃいまして、やっぱりその役員がなんか売っちゃうっていうのはやっぱり意味あるんだなっていうふうに思いました。なので、まあモデルナも役員が直近で売ってるんで、上がった時になんかやっぱあるんかなっていう風な感じもしました。で、まあ収益自体なんですけど、全然悪くないんですよね。ああ、ちょっと待ってね。ですね、悪くないっていうのがですね、ここ見てもらって、これが下のが、この青いぼっちが、
これが予測なんですね。アナリストの予測。ああ、ちょっと。これがアナリストの予測で、で、これが、あ、すみません。この青いのが予測で、これが、実際の、下がエスティメートっていう見積もりなんで、見積もりとこれが実際なんで、見積もりより良かったわけなんですね。だから、上がるべきだと思うんですけど、なぜか下がったんですね。多分私がおそらく思うに、リモートワークがあるってことは、逆に言うと上がってなくちゃおかしいっていうことなんだと思うんですよね。その上がってなくちゃおかしいことに対して、上がってて当たり前の状態で、そんなに対して上がんなかったっていうのが一番のダメな要因かなと思います。まあこれがあれなんですけど、401、まあこれがまあ日本円にしますと400億ぐらい、470億で、70億ぐらい増えてるんですけど、これだけでも70億増えてこれ十分いいと思うんですけどね。470億ドルっていくらぐらいだ ?40 で 10% だから。でもまあ、前までは 20% ぐらいずつ上がってたんで、それに比べてやっぱり上げがちょっと鈍いっちゃ鈍いんで、で、まあ最終的な利益が20億ぐらいですね。20億じゃ全然足んないですよね。まあ前に比べて上がってるけれど。ほんと、ダメってことっすね。ハキシュってこの会社がもうダメだっていうことなんかなって思いました。今までちょっと進めてたのが申し訳ないなと思いまして、はい、本当に申し訳ないです。クラウドでデータを保存する、インターネット上に、データを保存できるっていう、ハードディスクじゃなくて保存できるっていうのは、うんと強みだと思うんですけど、でもやっぱりこうやってみると、やっぱり利益がこんなぐらいしか出ないですし、それにもう売り上げが、それほど前は 20% ぐらいずつ上がってたんですけど、ちょっと鈍化してきてるっていうことを見て、やっぱり、それほど期待できる産業じゃないなっていう判断なんだと思います。そうすると、やっぱりそうするとやっぱり市場が判断したことはやっぱり正しいんで、やっぱり、そう正しいのかなっていう、まあ納得できない部分もあるんですけど、まあそうですね。まあでもそんだけ少ないということですね。売上も利益も少ないし、先もそんなに期待できるものじゃないっていうことが多分一番の原因なんだと思います。でまあキャッシュフローなんかもそんなに悪くないんですけど、145億作って、まあ投資活動で、財務活動でマイナスと、まあ現金自体、同等物、現金同等物は現金、まあ現金ですね、早く言えば、預金とかは、まあ減ってるんですね。152億。だからここら辺の数字見ると、やっぱり、期待できないっていうことなんだと思います。で、
そうですね。まあ、順調に上げてきてたんで、これでいいかなと思ったんですけど、あと今日、雇用の失業者数のあれも悪かったのが出ちゃったんで、まあ、日にちも悪かったですよね。日にちも。今日の金曜日で、まあ、なんとなく全体も下がってますし、まあ、そういう発表する日にちが悪いと下がっちゃうってこともある、そこにも影響が出ますんで、それも悪かったなと思ってます。だから、あとはやっぱり空売りの力ですね。この在庫ショートして、ショートがまあ空売りなんで、在庫っていうのはスタックなんで、在庫っていうのは誤訳ですね。これ、株、スタックには株と在庫って意味があるんで、まあ株ですね。ここは株はショートしてます。空売りされてると。で、やっぱり空売りの力が、空売りの力が強いなということだと思います。良い収益レポート、良い成長8%ダウンしましたと。それでもダメだったと。まあ CFO が人事したためさ、これはまさにバフェットが話してる一種過剰反応ですってことなんですけど、まあそれは前から言われてたことだなんていうコメントがあって、いつ言われたんだみたいな聞いてますけど、まあ前からそれはあれ知られてることだったんですかね、よくわかんないですけど、やっぱりまあ、知らない銘柄にはやっぱり思いつきで投資するもんじゃないなっていうふうに思いました。たまたまもう決算発表になるんで、で、決算発表で、これリモート関連だし、誰も知られてないし、これから伸びていく産業だなと思ったんで、それだけで買っちゃったんで、そこまでは見なかったんで、まあ、出来高とかもう低いな、人気がない銘柄だなとは思ってたんですけど、ここまでなるとは思わなかったんで、で、ここのコメントがちょっと気になったのが、一番気になったのが、モルガン・スタンレーが価格目標を29ドルに引き上げたと。で、またこれも他のとこも32ドルに引き上げたってことなんで、この情報が正しければ、なんで下がるんだろうっていう、アナリストも価格目標を上げてるのにもかかわらず下げてるんで、なんで下がっちゃうのかなっていうのが、でもその情報どこからだっていうあれなんですけど、チャールズ・スキャブ・リポートっていうところらしいんですけど、それ見ようとしても会員制なのでちょっと見られないんでわからないですね、真偽のほどは。でもまあそこれが本当な、なんで本当に下がっちゃったのかなっていう。本当にクソ株だなっていうふうに思えてきました。なんで下がっちゃうんだかは全然わかんないですね。確かにまあ弱いけれど、成長株なんで、まだ多めに見てもいい時期だし、ワンイヤーターゲット、1年の価格目標だって27ドルで、全然見積もりに反して上がってるんだから、もっと上がってしかるべきだと思うんですけど、これ下がってるっていうのは、やっぱりなんかあるんだろうと思うんですけど、その何かがやっぱりわからないですね。それとも単にパニックで売ってるのか、わからない。いずれにせよ、やっぱり、私の、やっぱり下手な、
やっぱり考えっていうか、それでやっぱり損しちゃったなっていう感じです。ああ、でももうわかんないっすね。なんでなんだか。これでも今のこっちがオーガギャストなんで、強い買いと購入の方が、ホールドとかの方が売るより多いんですよね、おすすめが。なんで下がっちゃうのかなっていうのが、不思議でしょうがないんですよね。で、前、セールスフォースもクラウドの一番でかい会社なんですけど、そこも決算発表の前に、ちょっとやってみようっていうんで、買ったんですけど、やっぱり、決算発表したら、そんなに悪くないの起こったんですよね。で、その後に、なぜか上がって、だから一時的に下がる、あれなんかなっていう。その後、セールスホールスなんかも上がったんですよね。決算発表されて、そんなに悪くない決算でも下がっちゃいまして、その後でも待ってたらすぐ上がっちゃったんで、これも待ってれば上がったのかなっていう思いもするんですけど、はい、とにかくもうわかんないっすね。こんだけ下がると、本当に嫌になっちゃいますね、こんだけ下がると。やっぱり一晩で100万失うとやっぱり落ち込みますね。テスラも今日はマイナス60%、0.6%なんで、そんなに下がってないですね。モデルナはプラスと。なんかもう気持ちの悪い変な相場って言いますか。わからない、謎の、どっちにも行かないような変な相場で、そうですね、やっぱりわかんないですね、もう、わかんない。それで投資してなかった時にひょんなことでワクチンなんかできたりして、ワクチンでも10月に入んないとできないと思うんですけど、上がるっていうこともあるんで、いずれにしようも難しいっすね。わからない。で、一応今日の、テスラの方の動きもちょっと見ときたいなと思いまして、テスラは、これはあれですね。ボーリングっていうのは退屈なって意味じゃないですね。これ、穴掘りのトンネル作る会社ですね、ボーリング。退屈なって間違って訳されちゃってますけど。ラスベガスの地下ループ、地下鉄、ボーリ、あー、イーロン・マスクはボーリングっていうトンネルを作る会社を持ってまして、それで地下にトンネルを掘って、地下鉄みたいに車を走らせるっていう計画してまして、それのラスベガスの承認を得たようです。でも上がんないですね。LG 電子が、テスラのバッテリーを供給するってことになったみたいです。とにかく、いずれにせよ、動きはあんまりないですね。S&P500 に入るってなれば多分上がると思うんですけど、それもいつになるんだか、じんともわかんないんですよね。
S&P500 になれば、S&P500 になれば、まあ、かなり上がるかなとは見てるんですけど、それも今の、なんか相場の動きからすると、なんか、この相場、なんか気持ち悪い相場で、本当にそれになったら上がる、いっぱい上がるかなっていうと分かんないですね、この相場。で、テスラの前の決算の時も、やっぱり見積もりより上がってるんは上がってるんですけど、でも下がっちゃったんで、見積もりより上がってるから上がるかっていうと、そうではないなっていうのが今回ので、ちょっと思いました。見積もりが、良くても、やっぱり全体的な、利益がいいかで判断すると、見積もりより良かったとしても、やっぱり利益が弱ければダメですね。やっぱり。それか見積もりを圧倒的に上回るような、予測の価格より圧倒的に高い価格で、の決算が出るか、じゃないとダメみたいです。で、テスラ自体は結構上がってるんですけど、こう見るとやっぱり、パフォーマンスが低い、売るっていうのもまあいくらかあるんで、これもあんま役に立たないんじゃないかなっていう。まあこういうの見てもしょうがないっていうか、役立たないんじゃないかなと思ってきました。じゃあそしたらあとはダウの全体を見て、終わりにしたいと思います。もうこのコロナウイルスは本当に気分が滅入ると言いますか、本当にいろんな人の幸福を奪ってんなっていう、いろんな人を不幸にしてるなって思います。だから中国は一言ぐらい謝るべきだと思うんですけどね。謝らなくても、なんかアメリカのせいだとか、そんなこと言ってると、なんか、やっぱり頭にきますね。せめて、そうですね、アメリカのせいだとかっていうんじゃなくて、なんか、全然そういう、あれもないんで、本当に、たまに来ますね。で、これが、コメント欄なんですけど、現在この人の下落させるものある失業者の予想よりもさらに良かった。良かったんですかね、失業者数。悪かったっていう。このまま行くとやっぱバイデン勝っちゃうんですかね。とにかく今はやっぱり中国をどうにかしないとだなっていうふうには思うんですよね。中国がやっぱり経済的にうんと力がついてきちゃって、これ野放しにしていくとやっぱおっかないと
と思います。中国自体がこう世界を牛耳るぐらいの経済力を持つってなっちゃうと、そうすると何するかわからないっていうか、本当に共産主義の国家ばっかり増えてっちゃうと、本当に恐ろしい世の中になっちゃうなと思いまして。で、習近平さんがやっぱり何考えてるかやっぱわからないんで、症状がこう全然わからない、読めない。やっぱりでも良くないこと考えてんだろうなとは思うんですけど、やっぱり TikTok とか領事館でやっぱり技術盗んじゃって、そうすると、それで経済大国にどんどんなってきちゃうと、やっぱりどこも歯止めがつけないですよね。アメリカぐらいじゃないと止めらんないって言いますか、やっぱりヨーロッパの方じゃやっぱ弱いですし、日本も最近は弱いですし、アメリカで頼るしかないって言いますか、だからそうなっちゃうと、今やっぱりちゃんとそうに TikTok だの、ああいうので、ファーウェイので技術がこう盗むのを阻止しとかないと、やっぱ危ないなっていうのが思いますね。で、まあコロナウイルスのワクチンなんかも、データハッカーが中国人のハッカーが盗もうとしてたらしいんで、やっぱりそこら辺も怖いですし、でなおかつ香港ですね。香港のやっぱり民主主義をやっぱり認めないっていう、あれもひどい話で、香港には全然自由がないっていう、結局は共産党に入ってないといい生活はできないということだと思うんですけど、本当にひどいなって思いますね。これだと、せめていくらか謝るなりなんなりしてほしいなっていうのは思いますね。結局、これ中国がまいたウイルスなんですから。まあ、今日は自分の株も損したんで、まあ、不満がいっぱい溜まってるんですけれど。まあ、ダウジョーンズは、わかんねえな、やっぱり。まあ、前にお伝えした通り、やっぱり中国との懸念だったり、まあ、とにかく、ワクチンがもうできないと、ダメだなっていう。ワクチンができないことには、良くないかなっていう感じがします。わかんないですね。投資家はワクチンの更新協力が一生懸命目を向けるとジャンプします。ワクチンがやっぱ早くできないと。で、まあ、ワクチンができた時にやっぱり自分もちゃんと持ってないとですね、何かしらの株。今日は、こんなとこで、まあ最終的には、こんだけ、100万近く、今日失ってしまいました。やっぱり株はおっかないですね。1日で100万ぐらい簡単に吹っ飛びます。そうですね。じゃあ、もしよろしかったら、チャンネル登録の方お願いします。励みになりますんでよろしくお願いします。いつもありがとうございます。終了します。